はい、こんにちは。秀則ミュージックスクール校長、秀則です。ルイス。自分は目がものすごく悪く、特に視覚認知能力。ギターを弾く際は耳で音を覚えて、位置などは全て体で覚えるようにしています。おー、なるほど。今はパンクロックやファンクばかり聴いているので、こちらで対応できていますが、メタル等のメタルなどにの速弾きを練習する場合、やはり目で捉えられないと不利でしょうか。ギターってその視覚楽器って言われてて、ピアノとかと違って見た目のスケールとかドレミファとかコードとかでもそのままこうずらせるっていう、だからポジションとかもこう形で覚えてってするのが一般的ではあるんですけど、全然耳でできますよ。大丈夫ですよ。例えば僕の生徒に昔2人目の難病、失明ではないんですけど、今のところその治らない難病指定されてて、彼らももう障害者手帳持ってて、とにかく本当見えないんですよ。でその2人めっちゃうまいです何の話。いや本当にめちゃめちゃうまいかって言ったらそうでもないですけど、全然余裕でが完全に器用にギター弾いてるんですよね。それは彼らがもともと才能があったとかっていう、そういう話も当然のようにあるとは思うんですが、目が見えないからギターが弾けないっていうことはないんですよ。早弾きとかってやっぱ音が速いんで、音でその認識するのがドドドドドって音が来るから難しいんじゃないかっていう話ですよね。これはね、早弾きやってないからやと思うんですよ。まだ挑戦してないと思うんですよね。早弾きね、いろいろね挑戦してみてください。全然速くないです。余裕で音を認識しながら弾いてます。これもちょっとあの根本とかそういうことにはなってくるんですが、全然めちゃめちゃ速いフレーズでも余裕で音を知覚しながら弾いてるというか、それは僕目つぶってたって全然余裕で知覚して弾いてます。根本マスターパッケージの販売が開始されました。速弾きマスターパッケージと違ってですね、とにかくギターを弾く上での全ての動きをできるようにしようという、秀則ミュージックスクール13年の歴史が詰まった完璧な教材が出ております。ぜひぜひご購入ください。概要欄からどうぞ。さあ根本を鍛えよう。でそれは僕目つぶってたって全然余裕で近くして弾いてます。だから目が見えなくてポジションとか視覚的にギターを練習できないっていうので早弾きが不安だっていうのは非常にわかるんですが、確かにこのうちに来た中で目がもうほとんど見えないっていう人はその2人のサンプルしかないのであれなんですが、大丈夫だと思います。思いますにしておいてください。サンプルが少ないんでごめんなさい。レッスンに来るとかでも全然ありですけど、早弾きやりだしたらもう早くないです。こっちが正直追いつかん。脳の処理は余裕で追いついてます。なんでこんなにここで分かってんのにこっち言うかんねんっていう方が、悩みとしてはそっちの方が多い。早い、マジで何やってるか分からんとかじゃなくて、何やってるか余裕で分かってても追いつかねえっていう感じなんですよ。だから結局パワーの問題なんですよ。筋力の問題なんですよ。そこ心配しないでください。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。